街で物が消える怪奇現象？ああ、それがジュペッタの仕業らしい。ジュペッタって捨てられたぬいぐるみがポケモンになったのよね。その恨みで嫌がらせをしてるってこと？わからん。だがジョイさんが不安になっている。ジョイさん！あなたの不安な心は自分の燃え上がる愛の力で。しめ。次回ポケットモンスタージュペッタの探し物、みんなもポケモンゲットだぜ。